演説をするのは全国で活躍する参政党の国政改革委員です。はい、最初のテーマはまず教育からです。1人目の演説者は東京都で国政改革委員を務めております吉川里奈。タイトルは子どもたちには多様性を認めない教育、おかしくないですか。それではトップバッター吉川里奈のなんでやねん、どうぞ。皆さんおはようございます。京橋駅ご通行中の皆様も、そして YouTube もご覧の皆様もおはようございます。私東京15区、補選の衆議院選挙に出馬して、ヘイヘイヘイに追いかけられたのにちっともメディアに取り上げていただけなかった吉川里奈と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、でですね、まあ、今日暑いので皆さんご無理なさらないようにしてください。で私のテーマですね、まあ、多様性という言葉が今昨年のですね LGBT 理解増進法というものが可決し、すごく前のめりに出ているような現状である中、子どもたちにとって多様性って本当に認められているのかなということについて少しお話いるというふうなデータが出ているんです。で過去5年間に遡ってなんと8万人もそういったお子さんたちが増えていると。8万人というとですね、天王寺区、大阪の天王寺区の人口であるとか、東京都でいうとあきる野市の人口と同じぐらいの人口の数だけの子どもたちが学校に行けてないという現状があるんですね。それだけではなくて、まあ、自殺してしまう自らの命を小さな子どもたち、小中学生の子どもたちが立ってしまう、そういった悲しいような出来事がですね、昨年度513人もいらっしゃったというような現実があるんですよ。これね、皆さんなんかおかしないかなって思いませんか。だってね、大人の多様性ね、50代60代になっても自分の性はやっぱり女でしたって言ったらあなたは女性ですって認められる社会になってるんですよ。だけどね、子供たちどうですか。少しお話をするスピードが遅かったりとか、お友達との関係性うまくいけない子供たちがいたりとか、少し周りの子供たちとついていけない子供たち、なんかそれに対して発達障害っていう言葉を突きつけたりとか、スペクトラムという言葉を突きつけて分類しようとしてませんか。私はそんな今の世の中に対してなんでやねんと、そういう気持ちをですね、政治の世界にぶつけていきたいんです。政治の世界ではなかなか教育というものにフォーカスはされません。ですが参政党は教育を一丁目の一番地に抱え、これから先の日本の未来を支える子どもたちのために教育を変えていく、その先駆けに私もこれからなっていきたいと思っております。どうもご清聴ありがとうございました。